百姓の代わりにお仕置きになんなさるえれえお方だぜ。年貢のことでお大官様に御訴しなすと。おらたちのことを気にかけてくださった立派なお方だったによ。喜兵衛さんが残してくれたのはあの私だけになっちまったな。早い分だな。もう半月になるな。もうあんな人は二度と出てこねえ。いい人だったの。そうだなよ。娘さん一人で大変なこったの。おうおう、てめえたち、おら、いくら待ったって船は出やしねえぞ。おめえたち耳の悪いやつばっかりだ。船は出ねえんだよ。船は出ねえんだよ。
まあ。てめえ何そこぼさっと突っ立ってんだ。川向こうへちょっと渡らせてもらおうと思いまして。泳いでいくんだ。泳いちゃったろ。じゃあ渡れねえじゃねえかよ。船は出ねえんだよ。船は出ねえっつってるだろ、やろう。蹴れっつってるんだよ、こら。蹴れ。お客様になんてことするんですか。おめえな、今日からもう船頭やらなくていいんだよ。ここは今日から野蔵一家で取り仕切ることになったから。おめえガキども連れて早く蹴れ。ほら、どいてください。何、触るな。うせ、ガキ。やったら、おっと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 、一斉じゃねえか。やめてください、やめてください。よしよし、おい、つまぎにしてな、川へ放り込んでやれ。この野郎、くっ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 、おい、切るぞ。ありがとうございました。いい、誰だ。あんまりやられただぞ。娘とかけやさとスカーッとしたことだろうよ。俺はいい子分を持って嬉しいぜ。申し訳ございません。義兵がくたばってようやっと日の目を見ようって時に、たかが私の一つにこう手間取るようでね、どうするんだよ。米付きバッタみたいに頭下げてねえで、何とかしねえよ。親分さん、おう、参りました。親分さん、ありがとうさんでした。おかげさんで話もうまくまとまりました。そうかそうか。そりゃよかったな。今後ともよろしくお願いいたします。なに、これも百姓のためを思えばこそだ。どうぞお納めくださいまし。やすきさん、話はちいと違うようだな。は？親分のおっしゃってることが分からねえのけ。いや、娘は確かに三両だ。だけどよ、それじゃ俺たちの働きはどうなるんで。それは別に。ほんの俺の印ですが。やつきさんよ、俺は銭金欲しくってこんなこと言ってるんじゃねえんだぜ。けじめ、けじめなこと言ってるんだよ。それはもうちゃんと。あ、うさく、よかったな。これで一家が飢え死にしねえでも済むってもんだ。どうしたい、いらないのか。あの、三両って。バカ野郎、おめえ親分のご厚意が分からねえのか。あんな薄汚い小娘が一両にもなれば御の字じゃねえか。それが不服ならこの話はなかったことにしてもいい。いや、そんなつもりじゃ。じゃあ承知したんだな。ではこれに爪印を。誰だってこんな時には銭は欲しいやな。ちょいと娘を俺は銭になるじゃねえか。さあみんな、ご飯だから席についてね。あんまさまどうぞ召し上がってください。何もないんですけど。まだ早いよ。さあおいで。
どうぞ。どうぞ。頂戴します。金太さん、よかったらどうぞ。どうぞ。いらねえ。おらん、ある。そうですか。じゃあ、いただきます。おちやちゃん、お身をつけ持ってきてね。はい。お父っつぁん。おっかさんの具合、どうだ？とっても悪いんでな。オラと一緒に帰ってくんろ。おちやちゃん。いらっしゃいまし。おかみさんの具合どうでしょうか？安兵が悪いんで、お嬢さんにはお世話になりっぱなしだが、今日限りでお千代を引き取らせてもらうだ。さあ、お千代。お千代ちゃん、お世話になりました。どうしたの？さあ、みんな食べてね。私、お千代ちゃんに何にもしてあげられなかったわ。お千代ちゃんってお子さんいくつだったんです？13でした。13。お父っつぁんがうちに連れてきた時はまだたった10だったんです。本当に私はお千代ちゃんに何にもしてあげられなかった。ああ、お千代ちゃんもきっと喜んでますよ。ええ、それはもう、てめえの子も、育てられねえな、ご時世に。これだけのお子さんたちを預かって育ててるんだ。なかなかできるこっちゃね。大したことですね。ごめんなさい。ごめんなさい。子供たちが勝手に。もうこっちが勝手に押しかけてきたようなことですから、私はね、子供には目のねえ方でございますから。もうね、本当ですよ。私は子供大好きなんです。久しぶりだ、こんなに子供たちと一緒に遊べたな。どうぞごゆっくりしてってください。よく休んでますね。ああ、すいません。どうもありがとう。じゃあ、おやすみなさいまし。すいません。ふなひけ、そらひけ、トンビやカラスが見ているぞ。力いっぱい入れろ。それ引け、やれ引け、
よくこんなことしてるな。船引っ張らされて百姓やらされて。弥蔵一家についててみろ。最初は使いっ走りだけどな、そのうち人方の男になれるし、俺が兄弟の杯やろうじゃねえか。食うか。いらねえ。困ったことがあったらいつでも来な。弥蔵の親分もいい人だぜ。まだ嫌がるぜ。どうしたんだ兄貴。あ、剣だ。なんで。あれ雑踏石。雑踏石。やれ、マサ。相手が雑踏石ともなるや。下がらねえな、取り目だ。うっかり消えたしね。こっちは寝ごとにやられちまうんだからな。あの野郎に逆らって命を落とした親分がこの橋には数えられねえぐらいいるんだから。おういいか、お前たちな、どんなことがあってもあの野郎に逆らっちゃいねえぞ。いやいや、俺は何も雑踏石が怖くてこんなこと言ってるんじゃねえんだ。お前たちを無駄死にさせたくねえから、そう言ってるんだぜ。でも親分、ん、このまま居座られたんじゃ。なに、手はあるよ、手は。ここに置きますよ。どうもありがとうございました。これお願いね。うん。さっきはどうもありがとうございました。この船着き場をお父ちゃんが残してってくれたおかげで、あの子たちを食べさせていけます。あの子たちは本当に幸せだ。おめえ、あの海女さん好きか。好き。おめえは。好きだよ。おめえは。好き。綺麗なやついねえのかよ。ここ気をつけて。いい。せせらぎの音ってなようなやつね。何なの？おめさんに関わりねえでや。この浜にちょっくら話があるんだ。え、どういうことでございましょう。おめさんがここにいたら俺たちは困るぞ。出て行け。何言うのよ。出て行ってねえか、来るな。出て行け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 。出
なくて、ね、行け行け行け、お願いだ、村田さん、お願いだ、やめて、やめて、やめて、お願いやめて。いいな、出て行くだろ、わかったな。俺たちが頼んだなんて口が裂けても言うんじゃねえぞ。ああ、へ、言うこと聞いてりゃな、ああ、また銭になること頼んでやっから。金太、おっかあ中にいるよ。はい、小遣いだ。
さあみんな寝るんだ寝るんだ。はい。ああどうも。はい、さあ。はい。はい、おやすみ。おやすみ。いい。金坊はまだ帰ってきませんね。あの村の年頃は一番難しい時。だからね、本当にみんなよく元気に育って、ええ。頑張れ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 。チビの負け。次。よーい、残った。頑張れ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 。よし、次は俺が相手だ。バカ野郎、船をやるんならぶっ沈めっちまう俺のことできねえのかい。なるほど、あ、わかりました。俺は米つきバッタ買ってんじゃねえんだい。一度でいいからよくやったって褒めてもらえるぐらいのことできねえのかい。この食い物のねえ時代に三度三度をまんまいただけるんだ言って誰のおかげだい。まったく俺はもう泣けてくるよ。お嬢さんのことだ、売ってあげてえのは山々だが、ねえですだ。子供たちのお腹の足しになるもんなら、何でもいいんですけどね。何もねえですだ。ねえって言ったらねえだ。金太、どうしたんだ。お嬢さんに叱られたんけ。そんなんじゃねえ。銭が欲しいんけ。腹は減ったんけ。じゃあなんだ。金太、今夜泊まってけ。久しぶりにおっかと一緒に寝るべ。な、おっかも今夜は稼ぐのやめにすっからよ。な、そちら。金太、すっかりこんなに重くなっちまって。さあ、金太、何すんだよ、金太。金太、金太、どうしたんだ、金太。
なんでつけてきたんだ。見たろ。え、何を。何をって。見えるわけねえじゃねえか。じゃあ聞いただろ。どんなこと。知らなきゃいいんだ。孫が世話になってるなんて堪忍してください。鉄のやつまたやりやがったな。杖知らないかな。金太ちゃんが持ってたよ。金坊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 。おい。杖を返しておくれよ。金坊。みんなで行こうか。
お待ちくださいよし、おやめくださいよし。やめろって言って、やめられねえんだ。大変だ、おいちゃんが舐められてる。立派に女にしてやったぜ。あんたは女子どもいじめることしかできないのかい。こうでもしねえとよ、おめえとはゆっくり話ができねえからな。ああ、おきさ、おめえの怒ったつら初めて拝ましてもらうわ。それなかなかかわいいぜ。やるな。おきちゃん。おやぶ。おう、どうしたい。俺もちゃんと手はず通りうまくいった。オーケー、なにもうまくいったじゃねえか。おかちゃん。これおめえにくれてやるぜ。本当ですか。ああ、まあ。嬉しいよ、これは。Ah!
にこじきさせて日向ぼっこする浪人、アホだらけをうなる飲んだくれ医者、何をするにも現金取引の強欲親父、今度ばかりはさすがの一も驚いた奇妙な人物ばかり。そこにまた一人侍崩れの博打打ちが現れた。次第に一は奇妙な事件に巻き込まれていく。次回最終回、新座頭一、終わりなき旅路にご期待ください。